ダンク大賞。はい、40歳ダンカーの SO です。今日はですね、ダンクに必要な、ジャンプ力ですね、高さっていうのと、ジャンプの種類の解説をしていきたいと思います。ではね、動画を楽しんでいただくと一緒にダンクも目指して一緒に行きましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。ではレッツダンク。ダンクダンク、おいで。ではですね、まずは、ダンクするのに、何センチ飛べばいいか、っていうのを、解説していきます。でダンクっていうのは、ここですね、親指の付け根、ここから先が、リングから出れば、ダンクっていうのはできるので、まずはアリウープを目指すのがいいと思います。アリウープですね、ちょうどここにロブが上げることができれば、こうダンクできるので、ここですね、まあ僕の場合なんですけども、ここの高さが15センチでした。まあそこまで人と変わらないと思うので、ここですね、15センチ、リングから15センチ出れば、ダンクはできるので、リング、3メートル5センチなので15センチ足して3メートル20ですね。最高到達点が3メートル20あればアリウープができます。でボールを持って、ダンクするには、まあ、それも3メートル20までボール持った状態で飛べればできるので、まあ、これはちょっとまた、難易度が上がってくるので、まずはアリウープを目指せばいいと思います。でそれでできるようになったら、次はもうボール持った状態でダンクできるように頑張っていきましょう。ダンク。じゃあ次はですね、ジャンプの種類について解説していきます。まあ、大きく分けて2つですね、ランニングジャンプと片足で踏み切るランニングジャンプと両足で踏み切るスタンディングジャンプが2種類あると思います。ランニングジャンプも右左で踏み切るものと、左右で踏み切るパターン、あとスタンディングも左右で飛ぶパターンと右左で飛ぶパターンですね。まあ、基本的にはこの4つだと思います。やっぱり人得意不得意あると思うので、まあ、自分が得意な飛び方を、伸ばしていくっていう方法でいいと思います。もしくは自分がしたいダンクを目指して、その飛び方に特化したトレーニングっていうのもやっていくのも一つの手だとは思います。ちなみに僕はですね、もうランニングジャンプが圧倒的に苦手で、スタンディングジャンプですねの左右が得意です。ただね、左右のダンクってちょっと難しいというか、トラベリング吹かれやすいんですね。で見栄えもそこまでちょっと良くないってなると、右左のダンクの方がかっこいい、まあ、ジョーダンとかコービーとかビンスカーターとかドライブからやるこれですね。だからこれだとリングからちょっと遠くなっちゃうんですね。左右のステップだと右手を伸ばせるんですけども、右左のステップは右肩が後ろになっちゃうんで、ちょっとリングから遠くなっちゃう。だからその分高く飛ばないと届かなくなるので、その辺の難易度も変わっていきます。であとはランニングジャンプですね、右利きの人はやっぱり右左でダンク行きやすいと思うんですけども、まあ、僕なんかもそうなんですけども、右利きなのに左右の方がランニングジャンプ得意なんですね。その場合左手でダンクしないといけなくなるので、ちょっと難易度がかなり高くなって、で左手僕不器用なのでできないので、その場合は両手になっちゃいます。それだとさらに高く飛ばないと、ならないので、まあ自分がしたいダンクと得意なジャンプっていうのを見極めて、それを伸ばしていけばいいと思います。それでですね、実際に、それぞれの飛び方でダンク、やっていきたいと思います。ダンク。今日ね、僕ねちょっとテンション高いです。これが今日ネットショッピングで買ってたのが届きました。というのもこれ、渡辺裕太選手がね今ワークアウトで、着てたモデルなんですね。それをちょっと動画で見たので買っちゃいました。今日は高く飛べる気がします。イヤホー。あ、いいんじゃない SO は渡辺選手を応援してます。頑張ってください。まずはですね、ランニングジャンプで右利きの人がやりやすい右左のステップですね。これなんかはやっぱ実践で速攻とかでやりやすいダンクなので、ランニングジャンプが得意な人はこれを伸ばしていくのがいいと思います。おいで。じゃあ次はランニングジャンプの左右のステップですね。まあ左利きの人はこっちでやりやすいと思うんですけども、右利きの人で左でやるってなかなか難しいので、まあ僕だと両手になりますね。でやっぱり
渡辺裕太選手のあのこの振りかぶりのダンク、あれがかっこよくてやりたいんですよね。なので今僕ランニングジャンプのトレーニングも結構重点的にやってるので、このダンクがしたい人はランニングジャンプを伸ばすトレーニング重点的にやればいいと思います。渡辺、ギリ。次はですね、スタンディングジャンプの左右ですね。これちょっとトラベリング吹かれやすいので気をつけた方がいいと思うんですけども、まあ、例えば右から右ドリブルでドライブしていって左右1、2歩で飛ぶようにすれば吹かれないので、オーストラリア戦で見せた張本選手のダンクもこれと同じだったので、こんな感じでしたよね。ハンズオフすると見せかけて渡さずにここで1、2、3、これがなかなか実戦では難しいんですけども、まあ張本選手みたいにかっこよく決めれたらなかなかかっこいいと思うので練習してみてください。で次はスタンディングジャンプの右左のステップですね。ちょっと難易度が上がるんですけども、リングから遠くなるんですけども、僕も個人的にはこのダンクが一番かっこいいと思って一番好きなダンクですね。まあジョーダンとかコービーとかビンスカーターがドライブからやると思うんですけども、これが決めれたらめちゃめちゃ一番かっこいいダンクだと思います。僕は一番好きですね、あれが。でドライブからだと結構難しいので、例えば速攻だと右ドリブルでもこういけるので、右ドリブルから右左っていうのが、まあ、一番やりやすいと思いますね。で B リーグでいうと、コー・フリッピン選手がよく速攻でやってると思うんですけども、スティールした後フリーでワンマンで右ドリブルから最後ついて、これですね、速攻で右手でついて、うん、気持ちいいですね。やっぱこれが一番しっくりダンクしてくる感じです。ダクダク。じゃあ次こっから踏み切ります。できるかな、結構遠いですよね。ノーチャージエリアから、踏み切る。おお、どう、踏んでなかった？なかなか良かった。いや、良かったよ、うん、やっぱねこのダンクが一番やってて気持ちいいですね。ダクダクで、ジャンプの種類4種類って言ったんですけども、まあ、番外編というかイレギュラーなのが2つあると思ってます。まず1つ目は逆足のステップですね。例えば僕が右利きなのに左右で踏み切るのが得意けど左手ではできない、両手も届かないっていう場合、左右なのに右手でダンクするっていうパターンもなきにしもあらずです。で何気にこれこのダンクかっこいいです。っていうのも体がひねることになるので、飛んでガツッとダンクして後ろ向くことになるんですね。こうダンクして、ひねりながらダンクしてぶら下がったらこっち向けるんですね。その時に指なんか刺したらめちゃくちゃかっこいいですよ、ね、盛り上がると思います。できるのかやってみましょう。じゃあ速攻でボールもらったってしたら、左右なんですけど右手で、左右なんですけど全然ぶら下がれなかったですね。やっぱ相当な握力と割とゆっくりいかないとぶら下がれない。できたらかっこいいですね。そんなもトライしていきましょう。じゃあ番外編その2、イレギュラーギャロップステップからのダンク、これできたらね、いやなかなかすごいと思いますね。いいと思います。例えばポストプレーでこうですね、相手をギャロップでかわしてそのまま上がってダンク、ポストでボールもらいました、押し込んでギャロップ惜しい、おお、踏んだ、おお、ギリギリ、いやぶら下がらないだめ、うん、まあね、これディフェンスが実際にいると全然なかなか難しいと思うんですけど、これやれるとなかなかいいんじゃないですか。あとはドライブから最後のステップをギャロップにしてディフェンスを引き離してダンク、こう
左からのバックダンクできるのか。余裕。はい、じゃあバレーボールだったらウィンドビルできるのかやってみます。ギリギリできない。回しすぎ、ちょっと振りかぶりすぎじゃない。いやそれが俺の理想のビンスの、まあね、ラスト。よし、行くぜ。ウィンドミル。おお。おお。できた。できた。まあバレーボールですかね。まあね。あと20センチ。次はバスケットボールでやっていきます。ザック。ザック。バイ。